福島民友新聞社と共同でお届けしている福島子育て応援隊、ナビゲーターの大橋さんです。はい、よろしくお願いします。今、祖父母が育児に関わる孫育てが注目されています。今月出版されたこちらの本は、出産育児雑誌の卵クラブ、ひよこクラブが作った祖父母向けの冊子なんです。昔の育児と変わった点や、孫と楽しく過ごすポイントなどが盛り込まれています。例えば、昔は指しゃぶりは愛情不足だからとされていましたが、今は生理的な行為で3歳頃までは見守って大丈夫とされていたり、小さいうちから保育園なんてかわいそう、これは私も親ではありませんが上の年代の人から何気なく言われてショックを受けた覚えがあります。今では働く女性が増え、乳幼児期からの保育園も当たり前の時代に、子どもの発達に差はないという研究結果もありますよと紹介されています。このように知識や価値観をすり合わせるということが大事なんですね。冊子もこうした時代とともに変わってきた育児の情報について知りたい、または知ってほしいという思いを受けて作られたものなんです。そしてこの孫育てを後押ししようと、最近では全国各地で孫育て講座が開かれたり、自治体や企業で孫の行事や育児などのために仕事を休める孫休暇の導入が広がりを見せたりしているんです。この孫休暇、県内では東方銀行のほか、今年東北の中核市では初めて郡山市でも導入されました。市では孫が1歳になるまで最大8日休みを取ることができます。実際に孫休暇を取った方にお話を伺いました。郡山市では今年の2月に制度を導入してから、すでに32人124件の取得があったといいます。その一人、子ども部の部長、相良康久さんです。横浜で暮らす長女が産んだ初孫のお食い初めと里帰りの際に孫休暇を取ったそうです。これ重さが違いますよね。動画では重さっていうのは分からないんで、これ実際にこう抱っこした時の重さが感激しますよね。孫の世話にも奮闘したそうですが、ぐずり始めると泣き止まないんで、例えば娘が一人で子育てなんかすると、子育てのストレスが溜まって大変だなと思うので、子育ての大変さを改めて感じたそうです。子育てに疲れた時にはやっぱりおじいちゃんおばあちゃん頼ってほしいですよね。みんなで子どもを育てるっていう意識が大事になってくると思います。この孫休暇、市が導入したのには定年延長になりまして、65歳までのその働き方、こういったのを考えたときに、お孫さんがちょうどいる年代でもありますので、共働きの子育て世帯が増え、祖父母の助けが求められる中、働く祖父母が増えていることも背景にあるということでした。夫婦の働き方も変わっていますから、おじいちゃんおばあちゃんのサポートというのは助けになりますよね。そのサポートの必要性が高まっているからこそ、今回の郡山市のような孫休暇、民間の企業にも広がるきっかけになるといいですよね。相良さんは年始にも孫休暇を取ろうと考えていて、その頃には孫も歩いているかもしれないと楽しみにされていました。一方で、やはり子育てと孫育ては違うものです。孫育てを支援する郡山市も祖父母に対して、パパママの子育て方針をまずは認めましょう、そして孫育てを頑張りすぎて疲れが溜まってしまわないように、祖父母自身の生活も大切にしましょうと話しています。